今回の学習内容は、端子台を介してリミットスイッチの入力を理解します。各スイッチの入力に応じて、以下の3つのランプの点灯と消灯を確認することができます。画面の右側にある簡単なシーケンス図を確認します。また、図面の下に、各機構の説明がありますので注意してください。メイン電源が投入差になると、まず LS1N.C 接点を介して GL ランプが点灯します。LS1 リミットスイッチが入力されると、GL ランプは消灯になって LS1N.O 接点を介して RL ランプが点灯します。また、LS2 入力がある場合には、YL ランプが点灯します。詳細電気シーケンスの血栓は、映像カードまたは説明欄を介して各機構別血栓情報を得ることができます。これで、各機関別の接続を確認して、動作確認をします。Input on, wiring breaker. Input on, LS1. Input off, LS1. Input on, LS2. Input on, LS1. Input off, LS1. Input off, LS2.Input off, wiring breaker. Input on, wiring breaker.Input on, LS1. Input off, LS1. Input on, LS2. Input on, LS1. Input off, LS1. Input off, LS2. Input off, wiring breaker.視聴いただきありがとうございます。サブスクリプションに良いボタン確認します。さらに多くの学習画像を作っていきます。その他の質問は映像の下のコメントに残していただければ幸いです。良い一日になってください。